星野さんのうちの水道のねパイプの埋め込み持ってます。硬い岩に当たっちゃった。あらららら、これをねドワーッと300メーターやります。飯島家工事現場です。外の正面のモルタルとね、まあ、色も今塗ってますね。床のタイルほぼほぼ張り終わってます。あと目地材かな。一応順調に進んでます。外から見てもねこうやって、あとはまあ細かいところ手入れるって感じですよね。愛犬アッシュ気持ちよさそうです。こんなね柱にまでタイル貼って結構かっこいい感じになってますね。出来上がったら結構豪華なうちになるかな。もう随分外も綺麗にモルタル塗ってね、あら表と違って飯島さん言ってたけど裏のモルタルは確かに粗い。めちゃくそだ見えないからいいんだよね、これはね。この若い彼がうまいんだよね、飯島さん、うちを見ております。確かにモルタル下手ね、見えないとこ。サシアはまだ、サシア昨日墓に来たから、水曜日に入るね、水曜日入ったらもうまだ光景が残ってるからさ、天井と床の、それ終わったらもう中に引っ越せる、アッシュが覚えてて、バイクが入ってきたらバイクの方に走ってきて尻尾振って、あ、そうバイクの音で覚えてるのかな、飯島さん、木々持ってって合わせちゃう。いや、多分この辺だから、いや、そんな上来てんの、センターがこれだから、上と下がこの辺じゃないの、こんなもん、そんなもんでもいいよ。CG 缶そこまで、その上からサイド貼るの、これ上からサイド。CG 缶は、やらないよ、これ。これだけ しようと思ったら、蹴っちゃうよね。これいいかな。これでいいですか。あ、それかさ、飯島さん、下からさ、目地わかんだから、目地割りのとこで目地に合わせておいた方がいいかも。ああ、そうかそうか。だよね。実際真ん中やるとまた最後割れた。いや、真ん中だったらお兄ちゃんも最後に真ん中穴開けるの大変だよ。だから、これ台湾でしょ？じゃあもう一枚あげちゃえば。もう一枚あげるとこれだとここになるよ。240。じゃない。こんなにあげちゃう？飯島さん、じゃあちょっと遠くから見ます。そこにテープちょんちょんって貼ってから2メーターと2400とかテープ貼ってもらって。皆さんこんにちは。今日が2024年の4月の6日6日だね、飯島邸新築工事現場です。だいぶね進んでタイルもねほぼほぼ終わってきたところですね。あとサッシが水曜日でしたっけ。サッシが水曜日で、ドアはどこのドア、家の入り口のドア、あそこに、半分フィックスで、半分ドアにするの、あっち。ああ、はあ、向こう側。はい。
フィックスは何で閉じるの？いや、もうあのガラス。あ、ガラスでね。うん、ああ。ガラスと違って、あのドアは表開き。はいはい。で、表から鍵をかける。これ柱にまでタイルくっついちゃって、すげえかっこいいじゃないですか。あ、もううちのカメさんのアイデア。次から次。次から次に金がかかる。うん、ね、もう金そこついてギブアップしてるチーム。だから外部はもう来年だね。こういうブロックとか。うん。今もなんかもうあと1週間で引っ越せるようになるんだけど、うん、多分。このね、その今空いちゃってるとこがね、ちゃんと塞がるようになればね。そうそう、うんうん、まだやることあるんだよ、あの、うん、あの床と壁のコーキング、あと天井と壁のコーキング、はい、やるとアリが入ってくるのよ。うん、それ全部きれいに。フィリピンってそんなことしないでしょ、コーキングなんて。あんまりしないね。うん、あそこは塞がないの、壁とさ、屋根材のあの隙間っていうのは。あれはね、うん、ちょっと風通しのいいように。あ、わざと開いたままにするのね。うん、うん、あと、いくらか涼しいじゃない。うん、うん、いや、この間のコメントでさ、うん、断熱は何年か先に劣化するとか言ってたあれがあったんだけど、ああ、それは天井の断熱、うん、あの、うん、トタン張る前にはほら断熱入れるじゃねこっちは、はい、直だからね、俺劣化するんじゃねえかなと思って、うん、俺はほらそれ やっても意味ねえから天井材の方につけてるでしょ。天井材の方に敷くと空気層ができるから、うんうん、見てる見てる、うんうん、それが一番いいんだよね、うん、やり方として。だって熱いあのさガルバリウムに当たってたらさ、そうそうそう、劣化するもんね。だから工場とか倉庫はかまねえんだけど、うんうん、普通の一般の家は天井に断熱し敷くのがベストかもしれない、うん、だよね、うん、だって向こうのこう園庭から下だけど熱くねえもん、うん、あの屋根材はほんと熱くなるじゃない。うん、うちのあのマリア農園の窪でも、あの窪の上の屋根にね、たまにね水撒くんだけど、ダーってすんごい熱くなってるからね、色白なのにもかかわらずね。だからあれ空気層作った、ベニヤの。いや、もうただね間にねベニヤ乗っけただけだけど、うん、乗っけただけでもね全然違う。うんうん、あれ断熱は敷いたらもっと違うよ。完全にでもベニヤで塞いでないから、うんうんうん、まああそこはね、ま、麻雀宅だからね、うん、飯島さん、ここまで進んでなんか感想を。うん、まあ 80% 納得、あ、まあこんなもんかなっていう感じだね。なるほど、うん、100% 望まない方がいいかもしれない。無理。フィリピンだしね。フィリピンは無理。あ、何言っても分かんないし。あ、図面は読めねえわ。あ、ここなんか最初大学図面見せたっけに、全部一回一回寸法を俺が指示してるんだ、うん、この寸法、この寸法、壁はこうしらしょ、うん、そう、うん、いくら図面を出しても無理無理。図面が見れないからね、うん、図面見て、図面をこんな横にしたり逆さにしたり見て、え、バカだよね。地図見てて回っちゃうのと一緒だからね。そうなんだ。だって寸法を指示してたって、うん、もうダメだし、うん、まだでもあれでしょ、土、あ、もうだいぶ入れたんだ。何を？ここ、へ、ブロックできてんじゃないですか。あれは、うん、あの境界線は無効なんだけど、うん、その手前にあの土を埋めるために積んだだけ。あ、本格的にはその無効に大体30センチくらい空いてるから。あ、そうなんだ。そっちが積むわけ。でもあのブロック、まあ、土入れのためですもん、なんかもったいないですよね。まあそれの余ったやつだから。あ、いて、本格的にはそっち側にずっとブロック積むのよ、うん、これはもう仮、うん、ほら、土がいかないよ、うん、一応もあれでちゃんとレベル出てるの、土が入ってるので。いや、まだもうちょいだよね。あいつらは適当にやってたから、うん、もうどうせ土の下だからいいやと思ってた。うんうん、しかしこのモルタル仕上げはうまいこと人員の配分をしましたよね。見えるところはうまいやつにやらして、そう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 、見えないところは下手なやつにやらして、うん、
へつらくその大工がいてさ、うん、ひどいなんてもんじゃねえよね。あ、見えるとこはもううまいやつ下手なやつは裏の方、うん、その代わり下手なやつは賃金も安い。うまいやつは賃金も高い。下手なやついくら取ってんの？500。うまいやつは？うまいやつは600。うん、100ペソの違いだったら全部うまいやつにやらしたいよね、うん、本当は。本当もうだから今そこで家でスタンバイしてるわ。ああ仕事がねえのよ。だって腕悪かったらね、使ってあげたくたってあんなひでえのさ、300ペソくれたらいいかなと思って。今腕のいい大工は空いてないですよ。いや空いてないね。うん、うん、本当やっぱり納得する家作るにはね、うん、でも時間もこれかかったけど、うん、ちょうど4月の18日で丸3ヶ月でしょ、うん、で俺がついてて大体3ヶ月弱なんだから、うん、これついてなかったら4ヶ月だね、うん、しかしちょっと最初に心配してた通りうちできてないけど、このツリーハウスからの眺めはちょっとなくなりましたね、うんうん、この壁に絵でも描こうか。またヤシの木描いちゃうの下手馬の、うん、ほら、ツリーハウスで飲みながら見られるから、うん、なんかビキニのお姉ちゃんでも描いちゃうよね。絵描き頼むかな、ね、誰かこれ見てる人で絵が上手い人いたら壁に描いてもらえない、うん、桜井画伯とかは？え、あの人だね。誰？桜井画伯。桜井画伯？うん。笑ってるけど。どうすか。ダメだって。ダメ。うんうん、漫画の絵でもいいんじゃない？たまにはさ、面白いさ、うん、ちょっと変わった絵を欲しいよね。いや、バカボンのパパでも描いて、これでいいのだって言ってね。うん。なんか俺マジで絵描くかな今のうちに。でもあっちのあのほら下手馬のあのヤシの木はあれなかなか味ありましたよ。なんか今シートでかぶされちゃってる。かぶされてる。今日もこんなくだらないおしゃべりしてるけど、飯島さん出る前にね、サッシュも入って引っ越し住むっていうんで、その時になったらねまたちょっと撮影して様子をねお届けします。あと何日、もう10日ぐらいで完成するんでしょ。うん、うん、一応そういう予定。うん、分かりました。じゃあ今日はこの辺でね、失礼します。ありがとうございました。